勘違いすんなよっていうのはあれ誰だお前。おっぱいが大きいのは汚い心をあらわにすんなよみたいな。結婚と恋愛は別にデブじゃんって思っちゃう。もう人として魅力がない。どういう子だと怒ってあげたくなる。マジでショートは反対発想。俺マジで思うんだけどさ、なんかさ、なんだろう、年齢を重ねるとショートにするじゃん女の子。あれってさ、女の子同士でさ、いやめっちゃ可愛いっていうのってさ、本当に似合ってる人もいるよ。いるけどさ、俺落とし入れてんじゃないかな。いや、てかなんか感覚おかしいよね、女子も。そう、なんか落とし入れてはないと思うんだけど、俺はなんかなんで短くしたんだろう。だからめんどくさいだけでしょ、だってあれは。そう、だから俺のそれはね、思ってそれってもうちょっと負けちゃってんじゃないのって。え、ショートカット反対派なんです。大反対。あ、昔鈴木亜美好きだったけど、でもずっとロングが好きだよね。いや、てか絶対にロングの方が若く入れる。これは 100%。 そうでしょ。やっぱみんなさ、本当になんか年を重ねていくとなぜかショートにするっていうか、あれは負けだよね。どんどん髪が短くなっていく、おばあちゃんになっていくとみたいな。あれ何なんだろうね。もう角刈りだよ、あれ。70歳になったら今のペースでいくと。いや、ほんまや。角刈りっていうちょっとニュアンスあれだけど、何なんだろうね、あれ。そう、絶対長い方がいいよ。そう、でも絶対女子の間でさ、超可愛いじゃんってすごいあれにさってなるんだよな、わしは。いや、マジでショートは反対発想。それはそう。いや、ちょっと負けちゃってる感が出ちゃう、自分に。だってそれは髪乾かすのめんどくさいよ。髪の毛もだんだんさ、潤いがなくなってくるっていうのもわかるよ。でもさ、でもさ、そこは負けちゃい。でもそれはオイル好きだよ、なんてなるやん。そう。だから、なんだろう、本当に。その女子同士の可愛いは信じない方がいいですっていう話ですよ。俺が言いたいのは。いや、てか、いや、そもそも、ショートやめた方がいいって。マジで。で、俺それ聞いたことあるの、女子に。したら、それは、ロング好きはもうギャル好きでやって言われたの。俺それちょっと論破されてない感じだったもん。ギャル好きだろ。違くないと思って、それは。それは侵害だな。まあギャルは好きだけどさ、それは侵害。ロングイコールギャルっていうわけではない、ね。そう。だから本当あれ絶対女子同士の話だと思うんだよな。調査したらどうなるんだろうね。コメントください、これは。いや、でもさ、でも、その、可愛いって言って落とし入れてるやつが、うん、その、ロン毛だったらあれだけど、うん、結局みんなだってみんなショートになってるじゃん。ああ、そう。あれなんかすごい夏の終わりのように感じんだよね。うわ、なんでショートにしちゃうんだよって。勝手な片思いのさ、人とかでも。なんでかショートなんだよって。いや、マジででも、結構だからそんぐらい落ちるよ。落ちる。そう。わかる。わかるでしょ？あるでしょ？そういう感じ。すごいわかる。え、なん、絶対ロングのが似合うじゃんっていう。で、コメントをさ、覗きに行くとさ、え、マジ超可愛いっていうのをダーって並ぶじゃん。で、まあ、それはちょっと調査してるんでわかんないけど。俺は、いやね、うちの母親もさ、まあ、もう母親なんで、もう本当に、何 ?60、70とか損害だけど、え、もうやっぱ髪短いわけ。ああ。まあ、その、ショートとは言わんけど、女性にしては短い。うん。これ肩にかからないぐらいのさ。ああ。うちの岡本さんもね、なんか伸ばせよと思う、マジで。親、母親すらも、なんか嫌だね、うん、伸ばせよと思う、マジで。金選手のお母ちゃんマジで美意識高いから、高そうだもん。いやいや、そんなでもないの。でもなんか本当品がある。言葉選ぶもん、ちょっと変な人に思われないようにしようと思って。バリーさんのお母さん、エースさんの方がいけるんだけど、そう。いけるおかんね。じゃあ、うちのおかん正直なの。いけるっていうか、いけてるって、あの、いけてるの間違い。そう。いけてるの間違い。いけるって言ってたの。いや、DM ではいけるんだけどとか言って。ああ、いっちゃまずいだろ。いや、なんか本当に。いっちゃったらまずいだろ。マジで正直なんだけど、本当に何？自分の息子のハンディキャップとか関係なしで、正当な評価をしてくれた。あんたは横浜の彼の方が全然かっこいいわねって普通に言うから。でもね、なんだろう。ショートでもまあ金髪は、まあ、それはそれでいいんだけど。いいっていうか好きな時もあるんだ。でもやっぱりロングよ。ロング金髪一択でしょ。そう。金髪っていうかあれね。あの、なんだろう。なんて言うんだろう。あの、一番いい色。
まあ明るい色。うん。ロング明るい色一択っすよ。で、あれも悲しいよ、俺言っとくけど。え？なんか夏終わって秋なんでもうちょっと暗くしましたも、落ちる夏。あれもちょっと悲しくなるやつ。まあ、だからそもそも夏の終わりっていうことをさ、醸し出されることが落ちるから、ね、そう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 。それは。まだ気持ちの切り替えできてないときに、なんか。でもそれはもう下降じゃないですか、だってまあ。上昇ではないでしょ、だって。あ、そうだね。下降でしょ、だって。うん。そう。そう、そうだよ。そんなね、あの、髪暗くして、可愛くなるやつのが少ないからね。本当。いや、本当そう。うん。だって本当に男もそうだけど、髪染めたり、髭生やしたりっていうのは全部加工だからね。まあだからやっぱギャルってまさにその概念だけどさ、アジア人が欧米人にどう近づくかみたいな、欧米人っぽさどう出せるかっていうところでみんなやってるわけだから。日本人らしさ好きとかさ、あんまないんだよ、ね。いやだからそれで素で勝負できるやつはいいよ。うん。その日本、まあね、マジアジアンビューティーみたいなさ、もうアジアの宝だ。富永愛みたいなね。まあちょっと、まあ富永愛はどうかわかんないけど、まあでもその、日本人の宝です、ね。同級生。誇りです、ね。そうなんだ。だったらいいけど、やっぱなかなかおらんやん。そうだね。やっぱり、みんな、髪染めたり加工して、なんとか、ね、可愛く見せて、かっこよく見せたりするわけだから。俺なんて加工しまくってんだから。改造しまくってんだから、マジで。入れ墨、ひげ、常に髪の色だって真逆でやってるわけだから。黒が白になってるんですよ。そうだよね、もうそう DNA の真逆を言ってんだから、そう常に。いやでもそれだけの努力だからね、やっぱり加工といえども努力だ。全然ナチュラルじゃないですよ、だからユーザーだ。ナチュラルじゃなさすぎてもう。いやでもさ、やっぱそうやってやった方が絶対にプラスだからね、やっぱり。まあまあこの世もあるからさ、何とも言えんけど、うん、まあそうだね。でもね、なんかショートカットの方がいいっていうやつマジ少ないと思うけどね。いや、それは本当にそうだよね、男で。まあ、あとだから、その、何その女の子は、その、痩せたい痩せたいって、どんどんガリガリになっていくやつ。俺はもう、あれがちょっとよくわかんない。ああ。でも、そうか、でも、どっちかというとガリガリ派か。いや、ガリはそんなに嫌だけど、なんだろう、俺結構、ほら、おかんがデブだからさ、太ってる人は苦手なの。だらしないって思っちゃうから、おかんとか全然皿洗わないし、もう、生き方がデブなの。すごいね、いつも実家行っても実家にもうすごい2、3日洗ってないんじゃないかっていう。掃除も苦手だしさ。ああいうの見ちゃうと、やっぱデブの偏見がすごい。なんでこんなきっちりしたんだろうね、バディ。いや、もう反面教師です。もう俺シンクに1個コップがあるだけで、本当にデブじゃんって思っちゃう。結構綺麗すぎなの？ああ、まあそうだよね。どっちかって言ったら。やっぱおかんのせいだよ、それ。そうそう。まあせいっていうか、まあおかげかもしれない。逆に。ああ、そうだね。うん、お母さんありがとう。じゃあだらしないお母さん、お母さんすごい怠慢なの。怠慢、怠慢、すごい怠慢。もうダイエットとかも一日も続いたことない。いや続いたよ、もう始めてないやん。そうだって生まれた時からデブなんだよ、ずっとデブだからさ。すごい。だからね、ちょっとそこに偏見もある。なるほど。でもなんかそのまあグラマラスっていうさ、うん、体型あんじゃん。うん、うん、でもそれはさ、まあ好き、なに痩せてはないっていうか好き。まあ、ぽっちゃりって言えばぽっちゃりじゃん、グラマー。そうだね。それは OK。理想の体型は何なの、バディン。理想の体型は、例えば、まあ、誰かに言うな。星野亜紀。あー、古いっすね。古いっすね。浴びる湯、浴びる湯。細いけど、やっぱり、細いね、結構、ね。結構細いのが。ベース細い。あと、マリアちゃん。好きな芸能人はマリアちゃん。マリアちゃんも結構細いやん。うん。結構細身やん。多分細身が好きなんだ。でもね、やっぱね、おっぱいは好きだって。なんだろう。ビキニ、すごい今見てるナウだから、やっぱおっぱいが大きいのは相当有利。はっきり言って。有利？有利。すごい、ね。なんだろう、あの、ナチュラルなおっぱい。でもね、ナチュラルじゃなくてもいいと思うよ。おっぱいにコンプレックスある人は。だってさ、すごいトレーニングしてもおっぱい大きくならないからね、あれ。まあそうだね、うん、そうそう。あれって本当にちょっと騙すトレーナーとかいるけど、おっぱい大きくなんないからね、女の子が筋トレしてるんだよ。大きくなったっていうか筋肉になっちゃうからさ、やっぱ違うものになっちゃうよね。でもさ、その、すごいそういう、いわゆるセックスアピールが強い子とさ、まだなんか、それこそ自分の嫁にするタイプとさ、また違くないですか？違います。
だから俺も、そのだから当然そういう子はさ、まあ誰もが基本的に抱きたいと思うの、うん、基本はね。でも必ずそれをじゃあだから生涯のパートナーにしたいかってまた別やん。そうすごい難しい。あ、そうだね。あ、そうだね。そうだね。なんかあんまりにも強いさ、うん、セックスアピール強い子を例えばさ嫁にするときにさ、結構それはさ苦労するよ、ね、なんか大変そうだし、苦労するです大変そうだし、なんかそれはまたちょっとちげえなと思うよね。なんかでも本当にこういう人かもしれんけどね。わまあ、まあ、でもどうなんかわかんない、その一概には何とも言えない。そうそうそう、でもなんかそのイメージ的になんか難しいよね。そう、だから結婚と恋愛は別ってことですよ。そうだよね、まあ、恋愛とは言わんけど、まあまあまあ別っちゃ別っていうか、なんかまあ別ですよ。別だね。嫁は抱きたいのはあるよね。そこに行っちゃうけどさ、まあ、そう最終的に、まあでもまあ理想系っちゃ理想系なんじゃないですか。まあね、わかんないけど、いやその気持ちでいられるの理想系ではないけど、でも俺がこれでさ、もう嫁を週1回抱けてたら、まあこういう夏の過ごし方はしてないだろうな。ああ、こんな海来てない。来てるな。来てるんかい。来てるんかい。来てるな。夏は働きたくない。いや、別に性欲を埋めるために来てるわけじゃないじゃん。そんなだってさ。なんか、そう、ほんとそうだよ。だから別にさ、女子産むんじゃなくて、普通にやっぱ、まあ、海と、まあ、俺はだから普通だから、いろんな友達に会ったりとかさ。はい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 。なんか、まあ、特に江ノ島だけど、やっぱこう、夏しか会わない男友達に会って、わちゃわちゃする。だから俺、ぶっちゃけだから、女っていうよりは、男友達がってたくさん集まって、うん、なんか別に女がいようがいまいがあんま関係ないっていうか、なんかそういう方は俺はぶっちゃけ楽しい。俺は、ね、なんか女がいても誰も相手しねえみたいな。なんかそういうことあったよ。あった。なんかそういう方が俺は楽しいんだよ。俺は、ね、別にだから何するわけでもないしさ、うん、なんか別に連絡先も交換しないし、うん、確かに大勢大人数の夏の海も楽しいよね、やっぱり、ね、そういうね、それは楽しいよ。俺はすごい楽しい。俺も昔からそうだったからな、大人数で遊ぶの大好きだったな。でもやっぱ大人数で遊んでも俺は女の子はやっぱ隣にはいたいけど、俺の隣には2人ぐらいついてたらしい。2人ぐらい、こっちとこっちね。一応つい、まあまあついハーレムな、それの中でみんなでいたいよね。あれは何、なんかさ、お酒さ、海の家って800円じゃん。どういう子だと奢ってあげたくなる。いや別に、いや別になんか、だからそれはちょっと別に何でもいい。だから別になんか、別に流れし、場面でしょ。いや俺なんかさ、やっぱりさ、ちょっとさ、今、こう一緒にもし飲んでてさ、ちょっとお酒買ってくるわって、こう、お酒持ってこうする子だと、いいよ、買いこうよって言いたくなるけど、お酒なくなっちゃったなってやれたら、行こうよって言うんだけど、お酒ないんだけどっていう子はさ、厳しい問題は、それはもう、万国共通でしょ？てかもう人として魅力がないよ。だから、そもそも。なんかそういうやつは。まあ、その、魅力なくない人として。その、男とか女とかじゃなくて、なんか心が貧しいと思うんですよね。なんかほんとこいつといても上がんねえわっていうか、人としてね。って思っちゃう。でも、ほんと、そういう子は、おごるかもしれんが、マジでもう、2回目会うとかなんないな。まあでも、そういう子は結構多いじゃん。うん、やっぱり。まあ多いっていうか、まあそれが女の子だと思うんだけど。インスタグラマーに多いじゃん。でもなんか、もうちょっと上手くやれよと思う。なんか、ね。わかんないけど。そう。なんか。だってさ、それ知らないの、バカじゃんって思うよ。そんな汚い心をさ、そう、あらわにすんだよ、みたいな。って思っちゃう。それ本当にね、女の子、払う気なくてもそれした方がいいと思う。だってそれで価値を下げることになるし、蛙化現象にもなることだから。いや、これマジであんまり使えないと思うんだけどさ、20代前半、30代、40以上。男の人って、あ、お金の投資の仕方違うからね。これは。これあんまり使えないと思うんだけど。使えない。使えないかもしんないけど、でも、それは思った方がいいと思う、女子は。ただだから、まあ、勘違いすんなよっていうのはある。そうよね。そうよね。わかんないけど。まあ特に俺なんてさ、その何もしないし、別になんか、そうなんだ、そう、なんかのバディが連れてきたとか、なんかわかんない、なんかのタイミングで来た子とかでさ、なんかすげえ勘違いしてるやつがたまにいるけど、超嫌いだもん。誰なのお前みたいに。席どいちゃうもんね。いなくなっちゃうもん。いや、いなくなる。どけよとはさすがに言うのもあれだから、もう別になんか、
こいつと絡んでるだけ時間の無駄だわっていうか、気分悪いわと思う。なんか空白の時間あるもんな。いなくなる時間あるよね。まあ、結構俺、なんか自由、なんか自由に歩くの好きだしさ、なんかフラフラするの好きだから、まあ別になんか。ちょっと俺もその場であまり気にはしないようにしたい。今思い返すと、点々といなくなる時あるんです。確かに。そんで本当にいなくなる時も一回あったし、あれマジ飲みすぎたよ、ね。いや、それはあなたもそうよね。いなくなる。あ、俺もそうだ。まあ、いなくなるけど、大体ナンパしてるだけなんですよ。一人って。すごいよ。ちょっと目離すと、一人ナンパしに来ちゃった。不思議だよね。すごい。体が勝手に動くっていう。脳で動いてない。体が動いてる。メンバーシップの人に向けての動画撮ろうかって。あ、いいね。一回止めて。